どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら。魔法石7個物語シリーズガチャ、新キャラ狙って引いていこうと思います。はい。で、先に話しておきたいことがあって、実は僕ね、物語シリーズガチャはもう神引きしかできないって決まってるんですよ。まあ、何があったかと言いますと、これ実はね、1年前のね、第1弾のコラボの時なんですけど、僕、パズドラユーザーの中でも稀にしか見ないようなレベルのとんでもない神引きをしまして、まあ、この時、なでこが環境最強の時代だったんですよ。1年前見てくれてる人とかはね、ちょっとチラッと見たことあると思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、こちら紹介していこうと思います。はい。まあ、どんな感じかね、僕はもう喋らないんで、見ていただければなと思います。パズドラ最強確定の編成を紹介していこうと思います。250連して3体しか出なかったやつが動画パワーで1体目で出る。グイテーはい、まぁ、あ、ちょっとすいません。取り乱してしまいましたがね。まぁ、あ、まぁまぁ、そんなんは置いといて、まぁ、あ、今日ね、いやもう意味がわかんない。怖い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 本当に怖い本当に怖い待って、ごめん、無理だ。これ、ちょっと一回止めるわ。一回止めます。これ、ごめん。無理だ、無理だ、無理。一回止めます。すいません。ちょっとね、取り乱してしまいました。はい。今日なんですけども、パズドラにおいてね、最強の編成を作ったんで紹介し、ちょっと本当に、すいません。という感じのね、実は昔、なんでこう4連続いてるんですよ。で、まあこれちょっとカット入っちゃってるんでね、パッと見分かりづらいんですけど、あの石の数と、あと課金してるんじゃないかって意見もあると思うんですけど、この時間、スタミナのところのバーを見てもらえればね、絶対そんな時間ないっていうのが分かると思うんで、まあこれ本当にこの時もう怖すぎるんですけど、あのガチで4連続なでこ引いたんですよ。1年前に。でもこれ、あのこの時ね、YouTube の動画は、ちょっと違う動画の最初に載せちゃったんで、あんまあれだったんですけど、まああの、皆さん嫌いな人も多いと思うんですけど、TikTok ではもう死ぬほどバズったんですね。あ、ちなみに TikTok はアカウントがバンされました。生年月日2021年にしたらアカウントバンされたんですけど、TikTok は。はい。誕生日0歳に、その時2021になったんで、誕生日0歳にしたら、その日にアカウントが消えました。はい。まあ、それを置いといてね、そのなでこ4連引いて、えぐかったんですけど、まあ、今回はね、物語シリーズ、通常版、2022年バージョン第2弾ですね、引いていこうと思います。じゃあちょっと動画の横に戻ります。今回ですね、確定役が1体、そして星7キャラが1体ということで、なんとですね、こちら。まず確定役に、おいくら育ちが入っていて、さらに星7キャラに、推しの扇が入っております。はい。まあね、ちょっとあのね、確定役の方はまだしも、推しの扇に関してはかなり出づらいとは思うんですが、まあちょっと今日はね、こちら引いて、頑張ってガチャ引いていこうと思います。はい。とりあえず星7確定、出ちゃった。あ、じゃあご視聴ありがとうございました。終わりです。あ、どうも、あの、でも何なんですかね、もう本当に物語シリーズと俺の相性良すぎん。もう毎回毎回コラボ来るためにさ、なんか神引きして終わるんだけど、まあちょっと気を取り直して一応引いていきますか。確率見てないよね、そもそも。じゃあまず、あー4連続行くか、おい。おい。推しの4連続行くか。おびっくりした。4連続でなでこくんやめてくれよ、もう。怖えよ、このガチャ。本当にやべえよ。ああ、物語シリーズガチャ最高だ。もう、神引きしかせん。もうとんでもねえわ、このガチャマジで。やばいな。そうそう。一応ね、ピックアップ率こんな感じです。はい。で、星8が荒らぎね。で、星7が、星8が荒らぎの 2% で、星7が、基本は 3.2% です。で、おいくら育ちと羽川翼のみ 3% って感じですね。なので、星7率が 3.2、3.2、3.2、3.2、3.2、3.2 の、19.2%、そして 3%、3% で 25.2% で、星8が 2% です。なので大体、星8、星7が当たる確率が 27.2% なんで、まあまあ4回に1回ぐらいかな。で、その他が星6って感じになってます。え、今現状、俺のさ、やばくない？これ。カットするわ、1回。これ今現状引いたキャラたちをさ、こうしてさ、こうするじゃん。こうするじゃん。どうなってんのこれ。おい。今まだ16回しか行ってないけどさ、9体出てるんだけど、何これ。は、まあ、確定枠の、この2人抜いたとしても、言うて、
言うでとんでもないな。これ抜いて 50%? 化け物だろ。引きとんでもない。なんかね、物語シリーズと俺はそういう上なのかもしれん。つっても実はあれなんだよね、第1弾の時もさ250連ぐらいしてなでこ3体ゲットしたんだよ。でその後にもうなでこいらねえなっつってガチャノリで引いたら4連続出たっていうね。やっぱ物欲センサーはあるのかもしれない。まあさすがにね確率は収束するんでね、こんな感じではありますけども。いやだってもう今あれだからね、本来引かなくていいガチャを引いてるからね、とんでもないよな。何なんだろうな、なんであんな出たんだろう。まあ結局は運なんですけど。おい本当に確率収束してるって、いらんて収束。え、ほんまに収束したつやん。よしよしよし、いけ、確率の収束に逆らえ。今で8対10ぐらいか。よし9対10、よしよし、いいぞ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 、確率の収束に張り合ってる。今 45% ね、張り合ってる張り合ってる張り合ってる。よしよし、おお来た10分の10。あの今星7以上と星6以下の話ね。10分の10、張り合ってるぞ張り合ってるぞ、負けるな。うおー負けてねえマジで。来い負けるな。なあーやばい。まだいけ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 、なあーここで負けたー、敗北。残念。くー、ここで負けた。待って、これさ確定枠の2人一回ちょっと抜くね。あのややこしいから確率的にこの2人確定枠なんで、これ抜きますね。こんな感じ今現状。11対13か。くぅ、ちょっと負けてるな。まだ11対13、 40% ぐらい。いやまだ負けたくねえ。まだ来い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 、切り返せこっから。そうだよな、いや確率は収束するんよ。11対14。いやまだいけるまだいける、頼む来い。よし12対14、いいねひたぎ。え、ちょっと待って、これさコンプしてない？ちょっとカンバルあたりはさ録画外で引いちゃったからごめんね、動画映ってなくて。ただこれコンプじゃない？だってさ、あららひ、しのぶ、カンバル、ひたぎ、おいくら育ち、なでこ、あねかわ、あちくじ、おしの、あ、コンプやねこれ。え、しかも星712体星7以上12体で、かつ累計ガチャ回数が27回。え、ってことは何これ。えっとまず星7異常率が 44.4% ぐらいあって、え、星7異常率が 44% あって、かつコンプ27連で、しかも再コンプで、これ別に元からのプラスのコンプじゃなくて再コンプ。なんならだってこれ出てないの誰だ、これ星6やんね。だってえ、これだってアララギカレンだけじゃない、アララギカレンだけいないけど他コンプなんで、星7以上コンプです。なんかねもうここまで来るとね怖いですね。あ、ということでもうコンプもしたし新キャラも引き切ったんで、もうこのガチャを引く必要性が本当になくなったので、じゃあもう今日はこの辺りで終わりになります。あ、ちょっとなんかいい意味での呪いというか、もう僕は物語シリーズガチャはもう絶対に亀引きするんだなっていうのが分かりました。怖いですね。あ、もう怖すぎて画面も固まりましたね。まあもう今日は文句なしで亀引きだったんじゃないかなと思います。まあなんかこれ以上引いて気悪くなっても嫌なんで、もう気分がいい状態で今日は終わろうと思います。ということでぜひ、あ、コンプですね。はい、ということで正式な全キャラコンプまでの回数が32連でした。32連で全コンプです。で27連で星7以上コンプでした。もう怖いですね。もう今日はこの辺りで終わっておきます。まああの本当にこんな神引きできることはなかなかないんですけど、まあ僕と物語シリーズガチャは相性がいいんでこれぐらいは普通かなと思います。
ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。